ベータ、グルークユニデイステトラマー、ヒューマン、ベータグルクロニダーゼは T グルクロン酸の、ベータ型排桃体に作用してそのグルクロニド結合を、加水分解する酵素の総称。実験室では測定の便宜上、フェノールフタレインなど有利した後非食定量しやすい、アグリコンを持つグルクロニドが、基質として用いられるが、アグリコンに対する、特異性は広く、アルコール、ステロイド、 カルボン酸などの βD グルクロニドにも採用する。酵素の起源によってかなりの相違があり、その上、真の気質が何であるかは必ずしも分かっていない場合もある。高等植物、微生物にも存在するが、特に動物においては全組織に存在すると言ってよく、特に結晶などの体液に随時検出されるほか、脾臓、肝臓、腎臓などにおいては、 高い活性が見られる。これらの細胞内では、リソソーム分割、ミクロソーム分割に分布している。ラットの陰角、カタツムリカサガイなどにも強い活性があるので、酵素調整の材料としてもよく使われる。多くの植物細胞内ではこの酵素の活性が、ほとんど認められないので、大腸菌由来の β グルクロニダーゼ遺伝子ウイダは、しばしば、植物細胞を用いた。 遺伝子操作技術におけるレポーター遺伝子として用いられる。ありがとうございます。